思うけどね。楽しくやることが大事だと思うよ。勝つことだけが俺は全てじゃないと思うよ。勝ちたいのは山々だけど、お互いに気持ちよくゲームしたらいいんじゃない？持てる範囲内で頑張って。持てる範囲内で、まだね、よくいるナースの練習生の方が、本当に俺、まあ、ゲームとしては成り立ってると思うよ。よくいる、ナースの、本当の上手いナースはドン引きレベルで終わるけど、ゲームが。ドン引きレベルっていうのは強すぎて終わるけどね、悲しい方向に終わるけど。本当にね、ブリングっていうのか、あれ当てる、ブリングで攻撃になるのかわかんないんだけど、あれで当てる精度が高い、ナースに当たると絶望でしかないっていうか、もう、強すぎて時間の無駄でしかないっていうことになっちゃうけど。あんまナースはね、移動ができるせいか、まあ、トンネルはあってもね、ゾンビキャンパーはあんまいねえな。あ、慣れてない人をやるかもしんないけど。そもそも移動までしやすい人だから。だからそういうキャンプ戦とかなんかちょっと、つまんないゲームにならないケースが結構多いからまあ。ナースは比較的多いけど、敵は多いけど、比較的助かるなっていう。この頃シェイプ増えてるよな。昨日もいたしさ。多分、なんか、能力で見なきゃいけなくて、見てレベル上げたりするのがもうめんどくさいからキャンプして、そこの辺釣ってる人見てたりするんだろうけど、周辺探索して、探すのめんどくさいって多分なってんだと思うけど、もう少し俺もそう思うけど、頑張ってほしいんだよな、嫌いな人に。安易な道じゃなくて、厳しい道じゃなくて。あそこの位置はわかるんだけど、トーテム、普通のトーテム、モニモニマンとか、本当に勘弁してほしいんだけど、昨日も結構いたってか、何人かいたみたい。3人のうち誰かが特定できないんだけど。こんなことされたら、俺一巻の終わりだから、もう。2つは見た。中庭みたいになってるところ。連動はできてる。俺はここで我慢した方がいい。ここの位置は。追ってる人がいて、救助に行く人がいて、血族のおかげで、俺は絶対ここステイ。我慢のステイ。戦ってる3人のためにも。こういう風なゲームしたいんだよ。考えながら何をするかっていう。キャンプだと、本当ゲーム性崩壊して、ただ人減らして、楽して勝てばいいしかないから、もう、やりたくないんだよ、もう、そういう人と。フェアプレイ戦ってくれてる中で、ねえ、だからキラー負けるかもしんないんですよ、フェアプレイしすぎて。ダーティープレイ走ってないから、またやりたいんですよ、この人と。例えばね。うん。そういう人と、そういうふうにやった方がいいと思う。勝ち負けだけが全てじゃ、俺はないと思う。負けだけが全てだとしたら、ゲームとしてはもう、あれだと思う。勝つこと。この辺ね。ねえ、どこに付与する。まだまだからね。ケロちゃん勉強したからね。ケロちゃん勉強コーナーで3つ目だぜ。
いところでやった。ここにもあるね。一つ目。割と兄さんやってっから今安心して。来るとは言っとく。なんで。これも早く、やらなきゃ。これが多分、もう一人の発電機なら、えい。絶対必要。傷ついていかれるよりは、もう、行けばいい。いいんだ。釣り交換でいいんだ。まず。まだ余裕がある場面。状況判断。分かってる。ナースが来るけど。これでも、大切なのは。大切なのは、ナースは、いや、いいんだ。まだ余裕がある場面。大切なのは、もう一人の位置が分かんないけど、もう一人を信じるしかない。発電機回してると信じて。うん。絶対俺が行かなきゃいけない場面。100。うん。しょうがないだろ。守られてる場面だし。うん。別にさっきのシェイプほどゲームは壊れてない。うん。うん。ギミっちゃギミだったけど。まあ、でもゲームはまだ壊れてない。別に、ナースが不利な場面だから、これぐらいは許してあげないと。ゲームが崩壊してる場面じゃないからね。ただここからが厳しくなる。結構厳しい。戦いに足切られてる。発電機回す人がいない。結構厳しい。やばいね。大変なことになりかねないで。どうする？俺、昔の俺みたいな衣装の人っているんだな。なんか、目立たない衣装で俺はこれつけてたけど。入らないと。トラック。トラック。あそこ一歩。上は終わってね、厳しい戦いが。やっぱり。やっぱり、どうぞ。終わる。でもや、またの。終わったじゃねえかよ。ああ、
あ、厳しかったね。間に合わんよ。間に合わんよ、もう。見られてるでしょ。間に合わねえよ、こんなことしてたらもう。見えたか、見られたか、やばい、あれ、ガリエロ道、俺が時間作る。一発もらっても、ここでカスキオちゃんだ。ドラマチック、ドラマがある。ヒロちゃんの Z 前には熱い。ありがとう。もう抜けるしかなかったよ。もう抜けるしかなかった俺には。よかった、よかった。よし、熱いゲーム。あ、あれか。声が聞こえやすいやつじゃない。視聴者は入ってるね。あ、熱い。ちゃんが熱いけど。
まあ、トンネル、ね。